ないなっていうことで。そうそうそう。杉浦さんってまだ1000円カットなんですか、グイーンやられてるんですか。何せ嫌な言い方です。すごい。すごい。突然来たな、なんか。すごい話変わったな。いや、いつも。さ、何で1000円カットなんですか。いや、帽子かぶるのもう、ずっと帽子じゃないですか。うん。うん、卒業してくださいよ、もう。杉浦さん。帽子かぶるのずっと嫌な、俺の帽子ずっと嫌やなって、その。いや、嫌じゃないです。全然嫌じゃないんですけど。うん。うん、てか、帽子かぶってたことある？あ、あるわ。いや、ほぼ、杉浦さん、帽子。8割そうかな。嫌ない。いや、全然嫌じゃないですけど。嫌ではないですよ。じゃあ、美容室。1000円カットが恥ずかしくて帽子かぶってるわけでもないし。そんな、まあ、そんなこと言うの嫌な言い方して。シュウさん、そういうとこやぞ。いやか、もっとかっこよくなるのになって思うんですよ。あ、その仮面をちゃんとしたところで切ったってことね。そう。いや、シュウさんもその最近までさ、その理容室行ってたくせにさ、その1年前ぐらいからな、こやね、いい美容、うん、病院行くようになってな、はい、そのマウントがすごい、あの最近すごいよ、シュウさんは。確かに1回もめちゃくちゃあの K-POP アイドルみたいな髪型になった時は、確かに似合ってたよ。うん、やってたけど、シュウさん。あ、シュウさんがそんなんなってたっけ、うん、なってたよ。もうトランクスみたいな髪型できたもん。びっくりした。トランクスやんと思って。あ、なってたっけな。あれ、ファンアートに寄せたでしょ、シュウさんで。ファンアートに寄せた。ファンアートに寄せた。まあでも、だいぶ髪型変わったもんね。その、行ってから。いや、結構。タイプが変わった。さらっとするようになったもんね。腕よしですよ、前までマジで東野だったのにね。チリチリしてないから、角刈りやん。なんだ、さあ、二人もいらんし、前も東野じゃないし、別に全然あんなんじゃない。人の髪型なんだろうな、なんとも言えない。確かに東野としか言えんな。